さんこんにちは、現代のもののけ姫とトマコです。今日は、コラボ動画ということで、はい、中島涼子さん、YouTube 車椅子ですが何かですよね。はい、ありがとうございます。もうめちゃくちゃ会いたかった人に、本当私がもう DM でもうプッシュプッシュしてコラボしてもらうことになりました。ありがとうございます。嬉しいです。かわいいなと。かわいい。めっちゃ美しい。かわいいわ。で、今日は質問形式っていうことで、はい、結構YouTube の中ではすごい性のイメージがめちゃくちゃ強い涼子さんなので、ちょっと性に関して私が抱えてる、あんま聞けないことをちょっと答えてないことだったので、聞いていこうと思います。はい、じゃあ早速いいですか。はい、お願いします。はい、じゃあ、まず、受賞したのは何歳？受賞は9歳なんです。あ、9歳っていうことは、じゃあもう、処女を捨てることなく。そうです。経験する前にもうなってるので、感覚を知らないんですよ。正しいかな。じゃあ、感覚をなくしてからの初めての処女脱はいつですか？は、遅めで23です。遅いです。トーマスです。初体験の相手。やばい、ちなみに、はい、まあ、普通の男性としたんですよね。多分。そうですね、普通です。アメリカの方と。あ、はい、アメリカに18から行ってたんです。はい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 、23でアメリカ人の男性でした。どうでした？楽しかったです。っていうか感覚ないんでよくわかんないんですけど、でなんかそういう流れでそうなった時に、あ、やばい、これがテレビでよく見るあれだと思ったから、もうテレビでの知識を使って、なんか演技というか知ったかして、すごい慣れてるふりしてましたけど、緊張しました。でもやっぱりちょっとも感じない。いや、でもなんとなくわかるんです。なんとなく振動で、その振動をなんか気持ちいいと思い込んで演技をしました。でもあっちには感覚がないよって言ってなかったんですか？言ってないんですよね。後から言いました。実はなくて、でもあんまり気にしてなくて、向こうも。そうなんですね。ちなみに、排泄障害もあってるじゃないですか。はい、なんか色々調べると、やってる最中に漏らす、あ、漏らしますよね、普通にって書いてあったんですけど、はい、漏らします。おしっこ出ますよね。でも分かんないの、それが出てるか、それが違うものかもしれないし、それが分からなくて、はい、なんだろうって思ってました。それで車椅子の友達ができた時に、はい、その悩みを言ったら、あ、出るよねって普通に言ったんで、あ、みんなおしっこ出るんだと思って、健常者の子に行っても分かってもらえなくて、中に出ます。だからトイレに来てからしてます。あ、そうすると、まあ、出にくいけど、それでも出るときありますよ。あ、そうなんです、ね、悩みです。あ、まあ、でもそういうのがケチな気持ち。そう、それがあれだと思う人いますよね。しかも違う。あ、そう俺がなんかあるしたみたいな。女性でもやっぱ普通の健常者の時に、なんかこう NG なんだろう、ちょっと18禁すぎて言えないけど、いいです。あまりにもそう興奮するとやっぱ漏らす行為があるんですよ、普通にね。健常者で。あります、あります。それなのかな。いや、私もあるかもしれない、健常者で。でもそれはやってる行為だと男性はめちゃくちゃ興奮するの。それだと思われてればいいですよね。そうですね。興奮したね、あれ漏れるってことですか？じゃなくて。いや、もう漏らす。漏らした経験はあります。健常者時代。健常者で、今は？今はないっていうか、まだ経験がないので、これからです。で、またね、昨日する昨日セカンドバージンをやる予定があったんだけど、ちょっと男性の方が予定が合わなくてできなかったです。ということはまだあれなんですね、車椅子になってからまだしてないんですね。まだ処女です。じゃあしたらぜひまた感想文を YouTube に上げてください。そうです、もうめちゃくちゃリアルに伝えて、ね、演技頑張ってくださいね。でもこら辺上半身で補ってもらえる。上半身でカバーすればいい。幹部良好になってきます。逆になってきます。なってきます。知らないけど。そうか、上でエンジョイしますよね。ちなみに、じゃあここ最近
家食べたらいいですけど。全然いいです。ここ最近いつしました？最近本当になくて、やり方を忘れたぐらいやってなくて2、3ヶ月前ぐらいです。へー、それってリピーターなんですか？ちなみにそれはなんかアクシデントアクシデントで一晩限りの。ああそうなんですね。そうでしたね。でもそんなことやめようって思って、うん、最近はやってないです。なんかやりたくなる時ってあります？あります。あります。あるけど耐えますそういう時にあの出会い系をしたくなるんですが、うん、耐えてます。へー、そっか。なんかそう地上で出会いたいなってちょっと思って最近。まあそうですよね。でもまあ出会い系もいいですけどね。遊んだり出会いを結構出会えます。出会えました。あのそれであのいろんな人とデートをしたり、うん、覚えましたよ。あ、危ない経験はないんです？危ない経験意外にないんですよね。私は殺されそうになったりはないいやそっか。じゃあちょっと私もマッチングアプリで。マッチングアプリ楽しいですよね。いやでも面白いですね。結構だから私はすごいくれないっすをそのままに出してるので。あ、出すタイプ。それでいいねをしてくれるからそれでいいんだろうなっていうのが分かりやすい。そうそう、いいです。じゃ言わなくていいですもんね。とそうなんです。だからすごい楽です。私と逆パターンですね。私は顔だけ出して、めっちゃ可愛い写真載せていっぱいいいね来て、あいいね来るってちょっと調子乗ってでちゃんとした話を進む人とだけ、実は車椅子なんだけどいいって言っていい人とこうつながる。へえ、そうなんですね。言う時にでも引く人もいるんですよね。無理だわ。引くけど付き合ってみようって言ってくれる人もいたり、そこで人間を見るみたいな感じでした。だから私あの本当自分の地元でやると、はい、東北圏内の人しかやっぱいないので人数がすごい少ないんですよ。だから東京に行った時にめっちゃやってる。今やってるんですか？今寝る前めっちゃ見てよ。今日もやった方がいいですね。すごいめっちゃいますね。すごい来ますよね。びっくりする。もう都内めっちゃ来ますよね。ちょっとじゃあ多分東京にいる間にじゃあやりますね。セカンドバイト今年中にはちょっと終わる。すぐできそう。そっか、そうなんです。それちょっと今度教えてほしいです。わかりました。演技で、演技してて、なんか、本当に感覚はないので、演技してたら、目つぶって演技してたら終わってて、目開けたらはまってたみたいになって。ちなみに、はい、タイは普通の正常です。バックができないので、足が動かないので。寝バックはどうですか？ね、手が疲れますよね。手と頭が疲れます。へぇ、あんまり楽しむ雰囲気になれず。やっぱ正常位で相手が持ってくれてるのが一番いいですね。そこが好きですか。でもバックもやってみたいです。いつか将来の夢バックって前言ったんででも駅弁もありますか？駅弁今流行りの連打監督でやってましたね。ネットフリックスも見ました。そう駅弁もあるから駅弁はね、ただ抱っこしてもらえればいいから、体力マッチョな人だったら。そう相手次第ですよね。全部あれば相手に委ねるものなんで。あれって健常者でも全部出すよね。そうですそうです。ただこう首にやってるだけで足がそれありますか？経験あります。あります。すごいいけてるこの人それないわ。一応健常者の時はバリバリ、あバリバリ、あといろんな活動をしていろんな活動いろんな活動今度そこ深掘りしたいです。ちょっと今日は第1弾で、そうですね、いきなりねこんな話ですいませんでした。じゃあちょっとそうですね、だいたい時間としてじゃあだいたい生のこと、そう私の疑問がすごい聞けたの ですか。まず初級編ということで。初級編じゃあまた次回、はい、またじゃあその駅弁経験したら教えてください。はい、じゃあやったら教えてください。わかりました。楽しみですね、2段。そうですね、じゃあ今日はこんな感じで私の質問、生の質問を答えていただきました。ありがとうございます。楽しみですね。じゃあ今日はこんな感じで、この動画がいいねと思った方はぜひいいねボタン、高評価ボタンとぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。